時、これだけの人を見ることがありますでしょうか。実は昨日の夕方ぐらいにこのエリアで食料の配給があるというニュースがありまして、すごいたくさんの人が、だいたい段ボール1個分ぐらいの食料が奥の方で積み込まれてますね。今回の食料支給では低所得者の証明や給料が減ってしまったというような証明は必要ないそうです。ちょうどここは私たちの散歩コースだったので、お昼前子供と一緒に歩いていて、もう車の列ができていて、なんだろうと思ってネットで調べてみたら、食料配給があるというニュースを見つけました。で、午後の2時から夜の8時まで配給があるそうです。今すごい車が、すごい量の車が列をなしてます。本当にたくさんの車が来ていますね。今回の食べ物を調達してくれたのはヒューストンフードバンクというところが全部用意してくれたみたいです。全ての方がボランティアだそうです。今日も食べ物支給をやっています。これから毎週1回この支給をやるそうです。すごいですね。ミリタリーの自衛隊じゃなくて軍の洋服を着ている方が車を誘導していってます。先週よりもとてもスムーズに車が流れてます。一回やってやり方をなんか改善したみたいですね。すごい、なんか車の流れがすごい速い。どん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 行ってる。お、なんかボランティアの方がおーっとなんか歓喜上げてますね。もしかしたら100個配り終わったとか1000個配り終わったとか、そういうのがあるかもしれないです。今日はこの日1日で3000個を配る予定らしいです。すごいマイクでレッツゴーレッツゴームーブムーブーと、さあ行くよ行くよ、動いて動いてと、なんかすごい声かけがすごいされてます。前回はこの配給所の周りに道路、一般道にずっと車がもう並んじゃって渋滞を作ってたんですけど、今はここの駐車場に全部一旦車を駐車させてるみたいですね。すごいアイディアが、一旦駐車させて全部トランクを開けさせて、そして順番に動かしていく、そういう手順を取ってるみたいです。確かに一般道に出てると本当にこの周りに住んでる人は帰れなくて大変なんですよね。すごいアイディアが改善されてますね。配り方が改善されてます。さすが軍を動かしてやるだけのことがあるかな。奥の方に結構まだ段ボールが余ってるのが見える、意外と3000個ってまだまだなのかも。フォークリフトがすごい動いて、どん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 荷物を運び出してます。なんかまだ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 あるって感じ、荷物詰めるものが。
ですね、ヒューストンフードバンクが提供してくれてます。すごい軍の人が車を誘導してますね。積まれるのかな、2箱ぐらい積まれてる感じがしますね。なんかテントが2列になって、車3列違うか、もっとかな。あれ、なんかフードバンクのバスがボランティアかな、ボランティアの人が乗ってくれてるのかな。食料支給あったらどうしようかな、食べ物必要だけど、でも買えるけど、どうしようかななんて考えちゃうと思われる方、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ではありがとうございました。失礼します。